皆さんこんにちは、ポロのキャンプ、略してポロキャンです。今回は2021年上半期買ってよかった冬キャンプ道具を5つ紹介したいと思います。私のプロフィールです。ご興味ありましたら見ていただけると幸いです。それでは、冬キャンプ道具何を買えばいいんだって悩みありませんか？その気持ちとてもわかります。極寒の冬、できるだけ辛い思いをしたくない、だけど情報が少ない、過去の私もそうでした。初めての北海道の冬キャンプ、寒くて眠れなかった、そんな記憶を今でも鮮明に覚えています。そんな思いをさせないために、今回の動画では雪中キャンプでも通用する道具を紹介する予定です。気になった方はいいね、チャンネル登録とともに最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは一つ目の紹介は、サーマレストエアーマットです。ただのエアマットじゃんポルキャンって思った方いらっしゃいませんか？そう思った方は今すぐ謝罪してください。これはどんな冷気も通さない最強のエアマットなんです。理由は3つあって、1つ目が R 値が 6.9、 マット界で最高峰の断熱性能を持っているということです。 R 値って何って思った方のために簡単に説明したいと思います。断熱値を表す数値で、数値が高ければ高いほど冷気が伝わりにくいということになります。ちなみに銀マットは R 値 0.5、 おなじみサーマレストの Z ライトは 2.0 です。数字を聞いてもさっぱりわからないポロキャンって思われた方いらっしゃるかもしれません。あくまでもニュアンスですが、銀マット14枚分、 Z ライトであれば3枚分の性能差があるということになります。それ本当なのポロキャンって思った方、その気持ちとてもわかります。私も最初はそう思っていました。ですが実際に使ってみると、その意味を嫌というほど思い知らされます。インスタグラムをフォローしている方であればご存知かもしれませんが、気温10度未満の環境下では余裕でした。そして最近雪が降ったので、試しに雪の上に座ってみたんですが、全く冷気を感じませんでした。ですので、今年の雪中キャンプはこれだけでいけそうな予感がしています。その後の様子は今後の動画かインスタグラムにてお伝えしたいと思います。2つ目の理由は、驚くべきコンパクト軽量。山岳用のエアマットを初めて購入しましたが、素直に簡単させられました。 Z ライトと比べてみていただいたら分かると思いますが、性能差逆なんじゃないのっていうぐらい大きさが違います。荷物を極力減らしたいバイクやスクーターの方にも自信を持っておすすめできますよ。3つ目の理由は、エアマットの寝心地、恐るべしです。過去の動画で紹介したワックのマットもそうですが、空気のマット本当にすごいです。じゃあ気になる点はないのポルキャンってもらった方いらっしゃいませんか？3つあって、まず1つ目が、穴が開くリスクがあるのに値段が高いということです。補修キットも付属していますが、マットに3、4万、穴が開いたら本当にへこむと思います。ですが、正規販売店で購入すれば5年保証を受けることができるので安心です。2つ目の点は、横幅が小さいということです。このマットはシリーズの中では一番大きなサイズなんですが、横幅が63センチしかありません。山岳用なのでしょうがないことではあるんですが、寝返りを思い切って打てないのはちょっと残念な点でした。3つ目は、空気が入れづらいということです。こちらの専用の空気入れはあるんですが、1回量が少ないのでなかなか空気が入りません。ですので私はこのように電動空気入れを使って膨らませることにしています。ちなみにこれ充電式で空気を抜くこともできるので、エアマットを持っている方の頼もしい味方となります。気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので確認をお願いいたします。ですが、そのデメリットをあまり感じさせないこのハイスペック、冬キャンプにある地とても大事ですよ。2つ目の紹介は、小川の封筒型寝袋です。これは私の寝袋探しのためにピリオドを打ったかもしれません。私の動画を見ている方ならわかるかもしれませんが、眠りに関してかなりのこだわりを持っています。ご存じない方はこちらの過去の動画を参照してください。
その時紹介した寝袋でも十分満足ではあるんですが、心の奥底で大の字になって寝てみたい、そんな思いが片隅にありました。その切なる思いを叶えてくれたのがこの寝袋です。小川さん、いつもありがとうってそう言わずにはいられませんでした。そんな思いにさせてくれたこの寝袋、理由が2つあります。まず1つ目は高品質ダウンの仕様です。まずこちらは寝袋で有名なナンガとのコラボ商品となります。なので羽毛 600g の650フィルパワー、快適温度マイナス5度のハイスペック優等生です。数字ではイメージしづらいですが、つまりかなり高性能のダウンということです。安いダウンでたまに効く獣臭さやダウンがよれるといった感じはもちろんありません。値段もコラボ商品なのでナンガとしてはかなりのお買い得商品です。間違いなく高品質、そう言わざるを得ない寝袋となります。そして河川にはない寝心地、過去の動画でも紹介しましたが、ダウンと河川素材同じスペックでも寝た時の感覚は全然違います。包み込まれるような安心感の中で寝る、正直羽毛でしか味わえません。にもかかわらず2つ目の理由、大きめの封筒型寝袋なんです。こちらの横幅は100センチとなります。通常の封筒型の寝袋の横幅知っていますか？だいたい80センチとなります。つまり20センチもゆとりがあるんです。たかが20センチでしょボルキャンって思われた方、後悔しますよ。この20センチの差、ブロンズセイントとゴールドセイントぐらいの違いがあります。理由は80センチだと両足を広げることができませんが、100センチだとそれが可能になるからです。つまり20センチをプラスしたことによって身動きが取れないから寝れない、そんな悩みを解消した寝袋ということなんです。それじゃあスノーピークのお布団ワイドとそんな変わんないんじゃないのポロキャンって思われた方いらっしゃるかもしれません。確かにその通りで、私もお布団ワイドととても悩みました。ですが決定的な理由が3つ。1つ目が値段が倍ぐらいになってしまう、収納時のサイズが大きい、カラーが個人的にこちらっていうことです。ですが正直コーツつけがたいのが素直な感想です。気になる点はないのポルキャンって思われた方いらっしゃいませんか？1つだけあります。10度未満では肩周りを中心に寒く感じてしまうということです。ちなみにその結果はインナーのみで寝た時の内容となります。ですので厚着をすればもっと低くても耐えられるかもしれません。ですがこの布団は真冬でも使いたいので、暖房器具、湯たんぽなども駆使して今年の冬を乗り切る予定です。ハイスペックで開放感のあるこの寝袋、これに勝るものはありませんよ。3つ目の紹介はスムアのテントです。これはこちらの過去の動画でも紹介しましたが、煙突ポート付きのおしゃれな北欧風テントとなります。そして冬キャンプに欲しいものが全て備わっているんです。こちらも3つの理由に分けて説明したいと思います。まず1つ目がポリコットン製だからです。皆さんご存知の通り、ポリコットンは綿とポリエステルが合わさった素材です。綿素材が混ざっているので結露が起こりにくい、熱で溶けづらいといった特徴があります。冬は暖房器具を使用するのでどうしても寒暖差が生まれてしまいます。寒暖差があるということは大量の結露が発生するリスクがあるということになります。どんな感じって思った方いらっしゃいませんか？寒い時期、窓の内側につく水滴、あれがテント内にある感じです。天井にもその水滴があるので落ちれば雨のように降り注ぎます。テント内でスコール、まさに非日常体験です。ポリコットン生地はその嫌な結露を抑えることができます。私の場合ポリコットンテントを使用してから結露被害に遭ったことがありません。そして熱に溶けづらいということに関しては、これは言わなくてもわかるとは思いますが、暖房器具の熱で溶けるリスクが低くなるということです。ちなみに溶けなくなるわけではないので、そこはご注意をお願いいたします。ポリコットンの耐久性を知りたい方はこちらの過去の動画でもお伝えしていますので参照よろしくお願いいたします。
2つ目の理由はワンポールはやっぱり冬でも活躍するということです。何言ってるのポルキャンって思われた方、当然ですよね。きちんと説明します。理由は圧倒的に立てやすいからです。ツイッターでもお伝えしましたが、ワンポールテントは本当に設営が簡単です。ペグ本数が多いテントでも円形にペグを打つだけなので、動きがシンプル、そして動く範囲も少ない、つまり単純作業となります。ですがトンネルテントやツールームテントの場合は違います。テントを広げてポールを取りに行って組み立てて差し込む、それを繰り返した後にグロメットに入れてペグダウン、慣れればさほど大変ではありませんが、作業工程と動く範囲、ワンポールの比ではありません。冬キャンプはどうしても荷物が多くなります。そして寒い中の設営、心身ともに結構消耗してしまいます。つまり設営時の負担を極力削減できる頼もしい存在がワンポールテントということです。雪中キャンプをする場合は特にそれを痛感することができます。しかも雪が溜まりづらい構造なので、テントが倒壊するリスクが少ないのも良い点となります。寝ている時にテントが倒壊、想像しただけでもゾッとしませんか？3つ目の理由はフロアがあると本当に快適になるです。このテントはジップで取り外しができるフロアがついています。つまりお座敷スタイルで過ごすことができるということです。冬キャンプって多くの場合どこで過ごしますか？テントの中って答える方が多いとは思います。いや、そんなことはない、俺は冬でも外がメイン、ずっと焚き火をして過ごすんだっていう方はなかなかの超人です。もちろんそういったスタイルも否定はしませんし、むしろ憧れてはいます。ですが大抵の場合は寒いのでどうしてもテントで過ごす時間が多くなるのではないでしょうか。そんな中、寝転がったり座ったりのびのび過ごせるお座敷スタイルはとても最高です。そして床があるということは地面の冷気を緩和できるということです。普段の生活の中で床の冷気を気にすることは少ないとは思いますが、これかなり違いが出ます。でもポルキャン、インスタグラムとか見るとお座敷スタイル少ないんじゃないって思った方いらっしゃいませんか？確かに私もお座敷スタイル以外でも過ごすことが多いです。靴を脱がなくてもいいとか、とても過ごしやすいんですが、個人的にはお座敷スタイルの方が快適だと思っています。先ほどお話ししたようにフロア付きのテントは冷気も抑えてくれるからです。これは外食の際にテーブル席がいいか座敷がいいかで分かれる部分かもしれません。どちらが正解とかはありませんが、薄着でくつろいで過ごしたいという方には一度使ってみてほしいテントとなります。4つ目の紹介はこちらの一酸化炭素警報器です。これ初めて見たっていう方多いのではないでしょうか。今年の秋にクラウドファンディングの幕開けで応援購入したものです。なぜこの一酸化炭素警報器を紹介するのかというと、革命的な機能付き警報器だからです。どんな機能があるのか、一酸化炭素感知の他に3つに分けてお伝えしたいと思います。まず1つ目が非常ベルの搭載です。そんなのいるのポリキャンって思われた方いらっしゃるかもしれません。確かにそうなんですが、想像してみてください。テントの倒壊や火災全くないというわけではありません。そんな際に非常ベルを鳴らして助けを呼ぶ、あってもいい機能だと思いませんでしたか？2つ目は温湿度計の搭載です。個人的には一番ツボに入った機能で、温度と湿度が分かるということはとてもありがたいことじゃないですか。そして3つ目、アプリでモニタリングできるということです。家族がテントで過ごしている、でも自分は外で焚き火の準備、そんな際に過剰な一酸化炭素が発生していないか気になったことありませんか？個人的にはそれを感じたことがあるので、かなりありがたい機能だと思いました。そんなに機能がついているのにコンパクト軽量、そして充電式、まさに一酸化炭素警報器の革命児です。私は DOD の一酸化炭素チェッカーを持っていますが、寝室と今使い分けて使用していきたいと思います。クラウドファンディングの時もそうでしたが、通常販売でも結構人気みたいです。気になった方は概要欄のリンクから速報値必須ですよ。
最後の紹介は豊臣石油ストーブギアミッションです。去年から話題になっている高火力石油ストーブ、気になっている方も多いのではないでしょうか。こちらを選んだ理由は2つあって、1つ目はやっぱり北海道の極寒地でも通用する暖房能力を持っているからです。まず私の持っているフジカハイペットとは3倍ほどの発熱量の違いがあります。体感的に言うとフジカハイペットの場合は氷点下では暖かさをあまり感じることができません。ですがこちらは十分な暖かさを感じることができるんです。つまり極寒の北海道でも通用する火力を持っているんです。実際にどれくらい違うのかは今後の動画かインスタグラムにてお伝えしたいと思います。薪ストーブじゃ敷居が高いし、小型石油ストーブだったら寒い、そんな方にうってつけの暖房器具となります。2つ目の理由はかっこいい、その一言です。どうですか、この武骨なコヨーテブラウンカラー、惚れ惚れしませんか？私はこの見た目に一目惚れしてしまって即ポチしてしまいました。豊臣の他の石油ストーブとの違いはどうなのって思った方いらっしゃるかもしれません。違いはカラー、ガードやつまみのデザイン、他にも細かいものはありますが、つまり見た目の変化です。ちなみに暖房能力は全く変わらないそうです。それなのに値段は1万円ほど高い。購入前はどうせならもっといろんな機能が欲しかったなぁとは思いましたが、実物を見てそんな気持ちはなくなりました。この見た目だけで十分大満足です。気になる点はって思った方いらっしゃいませんか？重くてでかくて燃費の悪いの3拍子です。これはギアミッションだからというわけではなく、このタイプの石油ストーブ全体に言えることなんですが、やっぱりそこは気になります。ですが薪ストーブに比べたら圧倒的に節約は楽だし燃費もいい、冬キャンプで手軽さと快適さを求める方の救世主となります。この寒い時期、大型石油ストーブでぬくぬく過ごしませんか？今回の動画は以上となります。皆さんいかがだったでしょうか？この動画が良かった、また見たいと思った方はコメント、高評価ボタンおよびチャンネル登録よろしくお願いいたします。また Twitter や Instagram、TikTok でも皆さんのためになるような情報を発信しています。いろんなキャンプ情報を知りたい方はそちらのフォローおすすめですよ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは素晴らしいアウトドアライフを。